ペッパー君久しぶり。あなたへのおすすめっていうのがあるんで、ちょっとやってみたいと思います。お気に入りの商品は見つかりましたか？あなたのタイプは、エレガントではないし、クールではありません。情熱タイプです。おー、こっちの画面に映りました。こちらです。じゃあちょっと購入ボタンを押してみます。どうなるんですかね。あ、プリンターから購入用の QR コードを取りください。あ、こっからプリンターが、ここですよね、プリンター。あ、出てきた。こんな感じで QR コード付きで出てきますね。では今日はこのカメラで自分の目線から撮ってみたいと思います。ペッパー君の感情を読み取れるっていうのはすごいですね。ペッパー君となんか変なロボットが形のがあります。今からこれ読み取ってもらいます。読み取られました。おお、すごい。じゃあここからもペッパー君が一人でやるってことですよね。すごいな。いらっしゃいませ。あ、動きましたね。僕はご契約担当のペッパーです。あ、何かお伺いで。これこうなって、いろいろあるんですけど、教えてっていうボタンがあるから、あの、わかんないことあってもすぐにここ押せばペッパー君が教えてくれるんじゃないですかね。あ、紙出てきました。こういうの楽しいですよね。やっぱりちっちゃい子とかと来てもこういうの飽きないですよね。お、読み取った。あ、動いた動いた。それじゃあ商品を取ってください。はい、で、このロボットアームくん。はい、すごい動いた。しかもこれ取っちゃったし。すごい。いいこれ。結構可愛いでしょ。こんな感じです。3階はペッパーがギャグでお客様をおもてなしするメイキングフロアになっています。すごいすごい。ぴったりぴったり。今回ペッパー君のショップを見て一番すごいって思ったのは人がいないことです。これから未来に何年か分かんないですけど、こういう人がいないショップとかが増えると思うと楽しみですね。今回はありがとうございました。パフォーマンスも行ってますので。